始まりました。はい、始まりました、よしひこチャンネルです。今日も東京だね。東京でしょ、うん。まあ、この方はですね、よしひこさんとはまあ長年にわたりですね、うん、そうだね。で、まあうちのチャンネルたくさんのゲストの方出ていただいたんですけど、うん、まあ、初めて日本一の監督になられた方です。あ、そっか、そっか。そうです、そうです、そうです。そうだね。そうでしょ、うん。で、うん、まあよくご存知の方じゃないですか。よく知ってる、よく知ってる。先日、古田チャンネルで、まあ最悪の、いや俺は最悪だったけど、はいはい、いやもうベストだったですよね。何がベスト？吉彦さん、翔太さん、じゃあ紹介していただきましょう。はい、西村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これね、お土産。あ、ありがとうございます。焼きサバ高菜って、はい、ありがとうございます。せーの、本日のよろぴこ。やるなら今、明日に向かってプレイボールよろぴこ。これ福岡にうちの会社があるんですけど、はい、はい、であの福岡 の、 あの博多駅のそばにあるんですよ、はいはい。であの有名な居酒屋味市はるかってありまして、そこで我々専用で焼きサバ高菜っていうのを作ってもらって、はいはい、ぜひですね、まあ、九州出身なんで。あ、そうですね、はいはい、ありがとうございます。おにぎりでも、はい、カゴマになるんかな。僕は宮崎です。宮崎ですよ。宮根城。いやいやいや、福島日南のすぐ近くです。福島まであんまり行かれてないんじゃないですか。いや、行かれました。行ってると思う。福島行ってると思うけどな。まあ大体宮崎行ってるけどね。そうですよね。日南から遊びには、はい、福島には来る人いないですよ。前行ったよね、なんかね、福島2011年ぐらいなんか行ったよね、福島、はい。ちょうど鹿児島の方泊まられたでしょ、渋谷。そうだよ、なんかね、はい、そうだよね。吉野さん、日本監督の時じゃないですか。覚えてない。多分そのタイミングですよ。あ、こんな感じなんですけど。そうです。もう率直にですね、まずじゃあ吉彦さんから。西、はい、西村さん、どんな感じだったですか。腹立つだけ。この間も言ってた、ムッとして、ムッとして、正直言ってさ、はいはいはい、トヨタチャンネル出たよ、はいはい、あの時呼ばれて、はいはい、でこう喋ってば喋るだけ、うん。これいじめか俺のって思ったけど、まずそんなことないんですけど、なんかもうそこにこう行ってしまうんですよね。そうね、古田、はい、西、はい、翔太、はい、俺や。はい、そうですよ。で聞いたらさ、修理出し3人とも撮ってる。撮ってますよ。西2回撮ってる。僕は1回です。1回、はい、で翔太2回。はい、はい、そうです、そうです。2回。あ、2回撮ったんですか。2回撮ってる。そうですよね。で古田も、いや僕も撮ってますからね、キャッチャーなのに。ほんでもっと最悪がゴールデングラブ3人撮れやがってって思ったもん、あの時。なめとんかい。で西は内野も外野も撮ってる。そうそう、セカンドと外野で撮られてます。相当あれは新聞記者に印象がいいよ、西。いや、そう、当時は良かったんでしょ。今の監督やるとダメになる。ダメです、はい、うん。でもロッテ一筋ですからね、選手の時ね。そうですよね。何年やったの。31年です、監督まで31年。選手は、選手は16年ですね。ああ、似てる。俺が何年や、ん、選手生活。選手生活何年。俺調べとって、まあ、いや すぐ分かりますけど、普通覚えてますからね。全然その興味ないんだから。吉井さんは阪神で生まれたんですか。阪神で生まれたんですね。あれ、ロッテからすぐ阪神でしょ。ロッテ事件を起こしてもらった。事件、何がありました。事件ですよ、から始まる。監督のやつよく知ってるよ。いろいろありましたね。それであの腹が立つだけじゃなくて、うん、西村さん、どうですか、吉井さんの印象。同じスイッチヒッターで、いや本当ね、いやマジで特集よね、うん、でスイッチ足が速いやん、取るよってるやん、はい、で西の場合はヘッドで帰んないわけよ、うん、福本さんと一緒なんや。そうですね、足ですよね、足で帰る、はいはいはい。で福さんがいいの、オリックスの時さ、はい、臨時コーチ来てくれたやん、はいはい、あの時さ、はい、みんなにさ、いいか、手で帰ったから、手で帰った、足で帰った、いやそんな選手はおらんのですよって言いたくなってもらえ、ね、そのミッション変えるやろ。僕は足からでしょ、うん、はい、もう足からでしか変えれなかったんですよ。それなぜですか。脱臼の癖あったんで。あ、はい、で唯一1回だけ大変の時に二浦さんピッチャーに逆疲れたんですよ、うん、その時にもうどうしても頭から変えれないような状況になったんですから、うん、ただもう
頭から帰ったって言われる、ポンとこうついたのアウトでしたけど、その1回きりです。で左の脱臼の癖あったんですよ。セカンドも長いことやってたんですけども、はいはい、たまにこう飛び込んで取るじゃないですか、うんうん、だからこうやって取れないんですよ。こうやって取らないと、うん、ああこっちがこういったら、はいはいはい、普通こうやって取ったりするじゃないですか、うん、僕は全部こう、うん、ついたりするじゃないですか、はいはい、怖いもんですから、うん、こっちこっちをしゃべってこうやって器用だね。怖いんですよ。そういうとこ怖くて、はい、飛びつく。だからリードの距離もやっぱり、ね、はい、頭から変えれる人よりはやっぱちっちゃいじゃないですか。そうだよね、はい、だからスタートも徹底してやりましたけどね。そういうことだ、はい、やっぱりいろいろあるんですね。足早かったよ。スイッチは俺がいなかったらスイッチしてないから。多分そうですね、うん、そう山本和也さん、そうですね、同じ一杯ですね、はいはい、で小林さんがいないと、まあまあそうですね。で小林さんが言い出したからね、和義さんがやって、そうですよ、ね、でスイッチで左を教えてくれて、で吉岡さん成功されて、はい、で和義さんがロッテの監督に来られた時に、はい、ちょうど僕の入団と一緒だったんですよ。おあ、そうだ。そうなんですよ、はいはいはい、で1年目 の, あのシーズン終わって、うん、中期練習の時に監督室呼ばれて、スイッチやれじゃないんですよ、やるかって言われたんですよ。やるかやるかっていうことはもうやれって同じじゃないですかね。はいはいはい、はい、のその一言です。そっからでしたね。でやっぱりあの地獄の練習が始まるんですか。いやもう半端じゃなかったですね、うん、まあこの前もそういう話になったんですけどね、はいはい、で死に出したんですよ。俺俺もたくさん撮ってる、あの練習したけど主題者撮れてないね。いやヒット数とかもそういうものはもう吉井さんの方がもう全然こう、うん、はい、上なんです。そういう問題じゃないんだよね。そういう問題じゃないって、またそこですか。俺からしたらもうゴールデングラブとこの前のだいぶ目に持ってらっしゃる。ゴールデングラブ主題者がね、目に持つようにしてるのかな。一つね、なんか流れになってしまいましたね。ムッとするよね、でもね。いやいや最初で終わっときゃよかったんですけども、うん、なんかその後もそういう話の方向に持っていって、ね、持っていくんですよ、自分で。いや最近ね、吉本なんじゃないんですけども。あ、違ったんですか。そうだ、吉本もそこで突っ込んでくるからいけないんですよ。いや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 ドラフト何位とかこうとかさ。一番低かったです、5位です。5位よね、はいはいはい、でそういう話するわけよ。で首位打者だ、ゴールデングラブ。いや面白かったですよ。一番嬉しかったのはほら山下さんのこの打ち方だったよ。そうですね、はい、フータが全くできないんで、あれはもう良かった。嬉しかったね、はい、あれもできなかったですけどね。首位打者取るバッターもできない、はいはい、まあここに貼っときますんで、ゴール戦でもですね。でそういう選手本当に両方できるってすごい。だからもともとどこ、もともともう両方です。スタートはどっちかって言ったら内野ですけど、高校の時も内野外野、社会人も内野外野です。ああ、高校どこ。高校は福島高校ってことですね。福島の福島高校。福島、え、福島市、福島、はい、福島の福島高校。福島高校また面倒くさいね、うん、福島の福島高校。なぜかって言ったら福島市になる前に福島町だったんですよ。へー。でその時にできた高校ですから福島高校で、よくあの福島県ですかとか。ああ、なりますよね。福岡にもあるみたいですね。ああ、はい、あるみたいなんですよ。でよくあのまずは 福島県、うん、はい、よく間違えられました。だから宮崎県立っていう、はいはいはい、なるほど、はい、宮崎県立ね、宮崎ね。西村さん以外にもなんかプロ野球選手とか出てらっしゃるんですか。水谷さんです。おお、なるほど、じいちゃん。広島の、はい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 、あ、じいちゃん大先輩、はい、うん、はいはいはい、あの方は中学まで福島です。で高校は宮崎商業行かれましたから。いや宮崎さん、宮崎でもう一人一個上で石渕さんとして知らん。いや石渕、広島の人ですか。宮崎、いやそれは球団広島。ああ、石渕さんですか。江川さんからホームラン打ってその一本でカープに入ってきた人。高校どこですか。宮崎の高校ですか。宮崎商業、その当時だったら高鍋高校とか。うん、そうなんですかね。1本ホームラン打って、それで江川さんが打ったっていうんで入って、広島入られたんですね。でもすごいですね、まあ、宮崎って今片岡もいるからな、うん、まあそうですね、うん、うるさいのが。そのリーグの GM をやらせてもらってるんですけどね、うん、はいはい、まあ、どん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 チーム数を増やしていきたいなっていう。クビになって外野行ったからレフト、レフトで川崎球場、はい、もう入ろうって来られた。笑ったろ。つい笑ってしまって。笑えますよね。もう普通にパッ、こう、もうパッと取れんわけよ。もう、はいはい、なやってないからさ、はいはい、1年目のオフにスイッチヒッターっていうところの転向になった時に、まあ、目標とする選手は
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。